114銀行。株式会社1 1四銀行は、香川県高松市に本店を置く地方銀行。略称は、以前の行名と同じ関数字表記の114を使用していたが、現在はアラビア数字表記の114を使用している。国立銀行条例に基づいて1878年、明治11年11月1日に設立した第114。 国立銀行を発祥とし、国内で現存する数少ないナンバー銀行の一つである。香川県のほか、香川県内の十二市町、高松市、丸亀市、坂井出市、観音寺市、東香川市、佐抜市、三木町、直島町、宇多津町、琴平町、万能町、田土津町の指定金融機関であり、一貫して香川県内最大の銀行として存在する。 本店所在地である、香川県を基盤に、瀬戸内地方各県に展開する広域地銀であり、店舗数は、香川県86店舗、岡山県11店舗、大阪府、愛媛県に、各5店舗、兵庫県4店舗、徳島県3店舗、高知県、広島県、東京都に、各2店舗、愛知県、福岡県に、各1店舗の、計11都府県123店舗である。 また、海外には、上海とシンガポールに駐在委員事務所を置いている。香川県内の企業がメインバンクとする銀行は114銀行が5610社、構成費45.5%であり、時点の香川銀行2422社、同19.6%に対して、倍以上の圧倒的なシェアを有している。 現在の本店が主要テナントとして入居する114ビルは、日本橋武道産、114銀行を100%子会社が所有し、鉄骨鉄筋コンクリート造り、地上16階、地下2階、東屋3階、建港54メートル、先端部64メートル、延べ床面積17,485メートル、6床、仕上げブロンズ板店の外装で、 設計は日建設計、指向は竹中工務店である。1964年、昭和39年12月の着工以来、2年の後期を経て1966年、昭和41年11月15日に竣工し、11月21日に旧本店、現、高松市店により本店機能が移転した。建物はいずれも中央通りに面する構想を胸、 本館と、低層棟、別館の2からなり、2棟を隔てる路地の上は3階部分から、連絡通路で結ばれている。緑色の外壁は、スタ壁と呼ばれ、1965年のビル、春工直前に、緑が失われていく街に、暗息と四季の彩りを、の趣旨で、龍馬さゆきによってデザインされた。1968年には、国内の優秀な建築作品に表彰される。 第9回 b c s 賞を受賞している。また、ドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築の一つにも選ばれている。この114ビルは建設当時、西日本一高いビルで、1996年にこと河原町ビル73.0メートルが完成するまで30年間、高松で最も高い建物であり、 市中心部の象徴的存在であった。屋上には NHK 高松放送局の情報カメラが設置されている。本店所在地の都市名を付けた支店がある銀行は全国的に見ても決して多くはないが、114銀行では丸亀町に高松支店が設置されている。ここは創業から1966年まで本店だった場所で、 現在地に本店を移転する際に高松支店とした。建物は九百二十六年、大正十五年四月に、鉄筋コンクリート作り2階建てで落成し、その後九百四十五年、昭和二十年七月四日の高松空襲で被災しながらも焼け残り、九百五十一年、昭和二十六年九月から九百五十二年、昭和二十七年二月にかけて三回。 および、東野213.91坪が増築されている。1990年代に入り、いわゆる旧市内、1939年以前の高松市の地域で戦災を生き抜いた建物が、相次いで姿を消しているため、現在では貴重な存在となっている。2013年に耐震改修が行われ、今後も継続使用されることとなった。この耐震改修では、 隣接する建物を解体した際に、戦時中施されていた明細塗装が発見されている。地方銀行には珍しく自社ビルを所有している。1960年11月に竣工され、1995年3月にはリニューアルが完了した。鉄骨鉄筋コンクリート造り、地上9階、地下3階である。 東京メトロ、日本橋駅徒歩1分、JR 東京駅徒歩5分、日本橋高島屋の隣に立地している。2008年1月7日に、E n ネットとの提携を開始した。2009年1月19日より、イオン銀行とも提携を開始しており、さらに2012年4月には、セブン銀行と提携が開始された。2008年11月12日に、 114銀行と、阿波銀行、徳島県徳島市、伊予銀行、愛媛県松山市、四国銀行、高知県高知市との ATM 相互、出勤無料提携を開始した。これにより、4行の顧客が、該当各行の ATM を利用する場合、平日日中の時間帯による出勤については、手数料が徴収されない。114銀行の格付けは、2011年、 平成23年9月13日現在においては、A、安定的となっている。格付け対象は、長期優先債務、または、長期優先債務に準ずるもの。2007年、平成19年5月7日に、基幹システムが更新された。新システムは、三菱東京 UFJ 銀行のものをベースとし、常用銀行、16銀行、 なんと銀行との共同利用型環状系システムチャンスを採用る。2009年2月24日付格報道機関より大阪市内にある同行休場支店が2007年から2008年にかけて回収の見込みのない不動産会社に約10億円を融資し、同行に損害を与えた疑いがあるとして大阪府警が会社法の特別配任容疑でこの不動産会社など 関係先二十数箇所を一斉に家宅捜索した。この事件を受け、四国財務局は同行に対し業務改善命令を発動した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。